はいはい。じゃあ次行こうか。 え、こちらはですね、電源ンネーム、え、愛知県にお住まいの寮からいただきました。え、僕、ケチパイ、コンパンツ。コンパンツ。コンパンツ、初投稿です。ありがとうございます。ありがとう。僕は今、中学3年生なんですが、ほぼ毎日オナニーをしています。僕は結構、学校で下ネたキャラなので、割と前の日のオナネタを友達に報告したり、堂々と下ネた会話をしているんですが、最近僕が毎日オナニーをしているという事実が広まり、マジで周りに惹かれ始めました。主に女子に。え、これまで普通に喋ってくれていた女子が心なしか避けているように見えます。これでは残りの中学生活、女子と ともに会話ができないかもしれませんこの状況を打破するためにはどうすればよいのでしょうか僕はもうオナニーができなくなってしまうんでしょうかっていうねう切実なこう相談メール噂が広まってない他校の子と仲良く習おうそれもあるしあともう一つ言えるのはオナニーはできなくなりませんずっとできます、うんうん、大丈夫だ、うん、できるだからちょっとこっそりすればいいんじゃないのちょっと学校のトイレッからこっそりすればいいよ そうじゃなくて、そのネタを全部言いすぎちゃって。ああ、そういうことね。そうそうそう。なんかさ、楽しくさ、喋ってでもさ、中には意地悪な子がいてさ、こ、こいつ嫌われればいいとかさ、ネタんでるかもしれないじゃん。それで女子に言うかもしれないじゃん。くそこいつこんなにオナニーのネタばっかり話しやがって、俺だって話しないのにって言って。そうそうそう。ネタでやるって。そう。思ってるいい。やでも女子も、なんか、別にそんな引いてないじゃないの ああ、なんか周りがね。形。思春期だし。形引いとかないと、私が成純派じゃなくなるみたいな,なじゃないあ<ー>もう成純派ぶっちゃって、<ー>皮なんか脱いじゃえばいいのに。来た来た。そんな皮なんて。<laughs> 脱ぎ捨ててしまえ。脱ぎ捨てた人代表で。はいはい、<laughs> ありがとうございます。 <laughs> 俺、ちなみにね、あの、元気出すためにも、俺のネタを一つ報告したいんだけど、俺、すごく、あの、俺のことを慕ってくれてた、あの、女性の役者の後輩がいたんだけど、うん、電撃対象聞いたらしくって、うん、俺、マジで話してくれなくなったんだ。うん、<laughs> リアルに俺に話しかけてくれなくなったっていう子がね、一人いる。<laughs> あ<の>リアルで、本当に。ガチでいる。でね、あの、周りから聞いて、え、なんでなんっていう話を聞いたら、なんかあの子電撃聞いたらしくって、あの、マジで弾いてたらしいっていう話聞いて。<え> <laughs> <あ>でもここ はね、立つのいいとこなのにねおかしいよねおかしい何かその時はちょうど俺がオナニーネタを話してたそうですよああでも頼みない私も若干ね引くっていうかねあの、おろおろする時はあるけどまだね一応心まで汚れてない時があって大丈夫だ俺はそんなふうに引かれてもオナニーをやめてないぞ昨日もしたはい次行きたいと思いますそういうのが引くなんか生々しすぎて一緒に毎日日課ですよはいだって顔洗って歯磨いたオナニでしょ

大体そういうのアワンセットになってます。あ、そうなんですか男性の足しなみですかはい。大事ですよはい。こう、ジェントルメン。今日は顔色がよろしくて。ありがとうございます。はい。初恋もいいですね。ツヤっとしてるんですよ。ほんと出すもん出したんで。次行きたいと思います。え、東京都にお住まいの電源ネーム、あ、逆さまからいただきました。え、ボッキージーパイ、コンパンツ。コンパンツ。先日学校でパソコンの授業前に過去の電撃対象を聞いていたら、イヤホンが半分しか刺さってなくて、オープニングがダダ漏れでした。その日一日あだ名がボッキーになっていたので、次から気をつけたいと思います。 これすげえ読みたかったんだ。超いいじゃん。<laughs> そんなんでみんな読んでくれるんだったら。ほんとだよ。なんだったら電切ネームをさ、このままボッキリ書いてきてくれればいいのにな。一日と言わずにそのままボッキリになればいいよ。けるいいな ていうか、みんなも最初に突っ込めばいいのにね、聞こえてるよ、みたいなね。言わないんだね、ちょっと、でもオープニング聞こえてきてみんなも気になっちゃったんじゃないの何ついてんだよ。絶対そうだよ。あの、意外とさ、こういうので読んでて思うんだけどさ、すぐ聞、聞こえたらすぐ普通だったら注意するじゃんで、その下ネタのやつだってさ、さっきのやつだって、意外とそうやって言われたらさ、なんかこう、ちょこっと耳に入った時点で拒否するのにさ、ちょっとずつ弾いちゃってるじゃんちゃんと自分の中にみんな貯蓄してるんだよね。その下ネタの情報を。 うん、まあ電撃大使を聞いてるんだけど、うん、最初聞いてるって。 知ったときびっくりしたし、私がこの番組やってるのを、うん、ま、若干引いてるようなこと言ってたんだけど、うん、最近のあの、秋山様のあの、暴走っぷりはいいですみたいな。さまついだね。<laughs> <の> <laughs> はい。ちょっと私のランクが、こう、定劇対象のおかげで上がりまして。うん、<laughs> すごいね。私でも、女の子とかにも最近は、うん、まあなんか、どんなラジオやってんの、のしゃうん、業界屈指の下ネタラジオですって言って。やりなちゃん下ネタ言うのうん、まあ、聞いたり言ったり、うん、貯蓄したりみたいな。うん。俺は、どういうラジオって聞かれたら、 うん。とりあえず自分の性生活を、あの、包み隠さず言える。そう。私は相方の、あの、生生活をすごく聞いてるラジオというのはよく言ってて。でもね、意外とみんなね、受け止めてくれる。あ、そうなんだ、聞いてみようかなって言ってくれる。大体その発言するとね、あの、女性の役者陣は全員、あの、一回軽蔑の眼差しで俺を見るんだ。それは形だけだって。でもね、実際、こっそり聞くからみんな。違う。そうじゃない。あの、最近気づいた。うん。あの、そうされることがちょっと気持ちいいって思っちゃうある。 <laughs> それも悪くないと思える自分も新たな目覚めじゃないですか。新しいね。覚醒ですよ。いつまでも S って言ってらんないよ。そうですね。はい。<laughs> さあ、そんなわけでですね、このコーナーでは小さなものから大きなものまでいろいろな玉で遊びたいと思っております。玉遊びはいいですね。夏です。